津田久しみ、津田久しみ、津田つねみ、1960年8月1日から1993年7月20日は、山口県津野郡南陽町、現、周南市出身のプロ野球選手、当主。右投げ右打ち。愛称は、つ言、ごん、炎のストッパー。救命、つねみ、読み同じ。山口県津野郡南陽町、現、周南市の三幹部。 和田地区出身。南洋高校では一年次からエース投手として活躍していた。1978年の第50回選抜高等学校野球大会に出場、準々決勝に進むが、福井賞に敗退。同年の第60回全国高等学校野球選手権大会では2回戦まで駒を進めるが、天理校に0の1で赤敗。卒業後は、 甲府市に本拠を置いていた、社会人野球の共和発行、現、共和発行麒麟に入社。1981年の都市大港に、伝伝中国の補強選手として出場。1回戦で、優勝候補の富士重工業を抑え注目を浴びる。しかし2回戦では、リッカーの中西清樹と投げ合い敗退した。同年の日本選手権では、共和発行のエースとして2勝を挙げ、 準々決勝に進出するが、この大会に優勝した富士重工業の向井だけ、元との投手戦の末に赤敗。都市対抗のあだを打たれた形になった。同年のドラフト会議で広島東洋カープに1位、指名され入団。入団当初から小畑武監督も大きな期待を寄せていた。1年目の1982年に先発投手として11勝6敗の成績を残し、 球団初の新人王に輝く。しかし2年目の後半戦以降は、ルーズショルダーや中指の血行障害などに悩まされ、登板機会が激減。その後、血行障害を治すため、世界初となる中指の人体を摘出する手術を受ける。1985年に、常見から、久し見へと解明。1986年に抑え投手として復活し、 前半戦を防御率0点台で折り返す。後半戦からは調子を落としたものの、チーム5度目のリーグ制覇に大きく貢献、シーズン終了後にカムバック賞を獲得した。1987年にも防御率1点台を残す活躍を見せたが、1988年は肩ーなどが栄印して、リリーフ失敗を繰り返すなど休敗を喫し、さよならの津田ともされた。しかし、 翌に防御率1.63、12勝5敗28、セーブを上げる活躍で最優秀救援投手、ファイアマン賞に輝き、再び復活を遂げる。投手を剥き出しに、最速時速153キロメートル、6月28日に、マークの豪速球と縦横のイ、e、カーブを武器に、相手打者に完全と立ち向かう姿は、炎のストッパーと形容された。1990年、 4月に右肩を故障、さらに8月には左膝じ帯を損傷するなど、わずか4試合の当番に終わり、同年のシーズン終了後から頭痛をはじめとする、体の変調を訴えるようになる。1991年、前年から続く体調不良を抱えたまま開幕を迎え、4月14日に無理をして、広島市民球場、当時で行われた。 読売ジャイアンツ戦で1点リードの八回表に先発した北別府学ぶの後を受けて投するが、無視2塁、3塁のピンチを招き、原つの則に同点的地打を打たれるなど大乱調のためわずか9急で降板となり、敗戦投手となる。これが自身の生涯最後の投板となった。普通の頭痛だと思って放置したものの、長らく収まらなかったこともあり。 この試合の翌日、広島大学病院に検査入院。精密検査の結果、手術で摘出できない位置に悪性の脳腫瘍があることが判。この時、本人は告知を受けていたが、球団は周囲の動揺を避けるため本当の病名を伏せ、水頭症のため引退と発表、5月20日に準死配下登録選手とした。闘病生活に入り、 自宅や実家での療養を経て、最西会福岡総合病院、福岡市中央区へ転院。その後本人の医師により、対談届を提出、11月6日付で受理され、現役を引退。一時は、奇跡的な回復を見せ、退院後は、福岡市内で借家住まいをした。現役復帰に向けたトレーニングも行うようになったが、1992年6月頃を、境に、 再び病状が悪化、8代にあった夫人の実家に身を寄せた後8月20日に、再生会福岡総合病院へ再入院。1993年7月20日14時45分に、同病院において32歳の短い人生を閉じた。没後、1994年から7回期の1999年まで、背番号14にちなんだ7月14日に、 津田基金の運営により、津田メモリアルデーが開催された。その初年度、1994年7月14日には、初代の広島市民球場にはその功績と人柄を、たたえ、直球上部笑顔と闘志を忘れないために、の文章が浮き彫りにされた、メモリアルプレート、津田プレート設置された。同球場に設置された個人の記念碑は、 連続試合出場記録を受立した、木絹笠義雄に次いで二人目。後日、大野豊から広島の選手は、試合に出場するとき必ずこのプレートに触れていくというエソードが、勇者のスタジアムプロ野球コーチンプレイ内で紹介された。現在、このプレートは2009年に開場した、広島の新本拠地であるマズダ・ズーム、ズームスタジアム広島に移設されている。 野球体育博物館、現、野球伝道博物館は2012年1月12日、津田が広島時代の同僚である北別府学部と共に、野球伝道入り、競技者表彰、プレイヤー表彰したことを発表した。競技者表彰、プレイヤー表彰の非投票資格、引退後20年以内最終年、当選必要数をわずか1票上回る237票を、 集めての選出だった。殿動入り表彰は、津田の命日である7月20日のオールスターゲーム第一戦、京セラドーム大阪の試合前に行われた。2012年秋に、周南市が津田の功績を称え、同志野球場の愛称を公募。12月14日に、球場の愛称が津田久志神メモリアルスタジアムと決定した。また、 出身中学の周南市立和田中学校では、明日の7月20日に、近隣の小中学校チームにより、交流野球大会が行われている。2019年5月30日に、広島市内に津田つねみ記念館がオープンした。後日、血行障害から復帰して、リリーフに転校してからは、速球、ストレート主体のピッチングであった。 特に1986年は投げた球種の90%以上がストレートであり、変化球はほとんど投げていない。津田が現役時代に同僚、監督であった山本浩二は津田のストレートをホップする直球と称していた。ピンチになればなるほど球速が上がっていく傾向があった。1986年の対阪神タイガース戦、9回裏。 一四万塁同点、四対四の場面では、二番打者の広田澄夫に、時速百四十三キロメートル時速百四十八キロメートル時速百五十一キロメートルのスレートを投じて三球三振に仕留める。次の三番打者、当時絶頂期にあったランディバースに対してもすべて時速百五十キロメートルを超えるストレートで挑み、三球三振に仕留めピンチを脱したバースは、試合後に、 津田はクレイジーだというコメントを残している。1986年9月24日の巨人25回戦で津田と対戦した原辰則はストレートをファウルした際に左手の有効骨を骨折し残りシーズンをすべて欠場、翌シーズン以降も左手首痛の後遺症に苦しんだ。また、1991年4月14日に津田からタイムリーヒットを打って 生涯最後の対戦打者となったのは、くしくも原である。原に投じた最後のボールは、時速144キロメートルのストレートであった。1986年の日本シリーズで広島は、西武ライオンズに、初戦引き分けの後3連勝して、日本一に王手をかけながら、5戦目の延長12回に、工藤君康にサヨナラ安打を浴び、その後勢いに乗った西武に4連敗。 日本一を逃すという屈辱を期している。この延長十二回のサヨナラアンダを浴びたのがリリーフ当番した津田だった。加えて前日の第四戦でのヒーローインタビューでも西部打線について聞かれた時になんかあまり迫力がないような気がしましたと発言し、アナウンサーの西部を怒らせませんかねと質問に対しても大丈夫でしょうと答えていた。 1987年暮れに結婚した夫人と一、男、長男、大輝。大輝は、九州学院高校から九州国際大学へ進学後、2008年から小場、岳が野球部監督に就任した東京国際大学へ編入。親子二代にわたって、小場に指示することとなった。しかし度重なる故障になき、大学4年間での公式戦成績はわずか至急1個。 だけにとどまる。大学卒業後は野球から離れ会社員となっていたが、2016年8月に退職。2016年12月には津田つねみ記念館を山口県内に設置すべく活動を始めた。その後2017年6月に広島市内に設立する予定に変更し、クラウドファンディングを開始。当初は2018年7月を開館目標としていたが、 2019年5月30日の開館となった。アマチュア時代から号泣投手として名を馳せていたが、それと相反するように自他共に認めるメンタル面の弱さも持ち合わせていた。高校時代には監督から精神は安定罪と偽った小麦粉を渡されたこともあったという。弱気は最大の敵、一級実行といった際の命や打者に 真っ向から立ち向かう投球スタイルは、もともとは、そのような自らの精神的な弱さを克服するために心がけていたものであった。二つのザウの目を描いたボールを肌身離さず、持ち歩き、登板する前には必ずそのボールに向かって、気合を入れてた。明るく表現な性格で、チームメイトやファンから愛されていた。それを象徴する語録として、以下のようなものがある。 リリーフピッチャーとしての責任感が非常に強い選手だった。清川栄治のプロ初勝利がかかった試合に登板し、めった打ちにされて、清川の勝利を消してしまった時は、試合後には宿所の清川の部屋へ30分おきに出向いては謝罪し続け、見かねたチームメイトが津田をなだめて止めたという逸話が残されている。また、負け投手になった翌日は誰よりも早く球場入りし、 外野スタンドの階段を黙々と走り込んでいたという。立川光夫が連載コラムの中でこのことについて触れており、外野スタンドを走っていたのは、試合を見に来てくれたファンへの謝罪の念の現れだったのではないかと述べている。津田の病を知った当時の山崎隆三選手会長は、すぐに全選手を集めその事実を知らせるとともに、津田のために優勝しよう。津田を、 優勝旅行に連れて行ってやろうと涙ながらに訴えた。広島ナインはこれに奮起し、この年チームは夏場まで独走していた中日ドラゴンズを逆転でかわし、5年ぶりのセリーグ優勝を果たした。この時、津田とダブルストッパーを組むことになっていた大野豊をはじめとする投手陣はリーグの投手部門の主要タイトルを独占するという大活躍を見せている最優秀救援投手。 王の最多勝利、最優秀防御率、沢村賞、笹岡慎二最高勝率、北別府学部、最多奪三振、川口和久。チームメイトであった森脇浩二とは、無二の親友で、1987年のシーズン中に、森脇が南海ホークスへトレードされた時は、夫人に対して、お前か孝二のどっちかを取れって言われたら、俺は孝二を取るといい。 夫人を呆れさせたほどだったが、晩年、再生会福岡総合病院に転院して、闘病生活を送っていた津田及び、周辺の諸々の世話を積極的に行っていたのも森脇だった。津田が一時回復を見せた時、森脇は、俺の年俸を半額にしてでも、お前を現役復帰させられるように、球団、福岡大英ホークスに掛け合ってやると言ったとされ、退院後には、 居宅となる借屋も手配した。没年と同年の1993年に森脇が結婚し、披露宴を挙げた際には、亡き津田のために席を用意し、津田のグラスにビールを注いで、キャンドルサービスを行い、同席した金石明人、と清川栄二ら友人の涙を誘った。津田が再びマウンドに立つことはなかったが、津田の一人息子の大木は、森脇らの計らいにより、 福岡ドームのマウンドに始球式で立つことになった。制挙した当日、東京ドームでオールスターゲーム第一戦が行われることになっていた。制挙の知らせは開幕のセレモニー直前、両軍関係者に届いたといい、津田の訃報は試合中継の途中にアナウンスされるとともに、地元広島のテレビ各局で津田と進行のあったアナウンサーは涙ながらに訃報を伝えていた。 山本浩二監督をはじめとする広島の選手は全員も服ではなくユニフォーム姿で津田の葬儀に参列した。津夜の営まれた翌日の第二戦グリーンスタジアム神戸では9回裏に大野豊が登板。バックを守る野村健次郎をして津田さんの気持ちが乗り移ったような投球だった。あんな大野さんは見たことがなかったほどの危機迫る投球で 二者連続三振を含むパーフェクトリリーフで、ルスター初セーブを挙げている。こうした、野球人生は、多くのファンに強い印象を残した。2000年には、秋代夫人の著書、最後のストライクが、岸谷五郎主演で、ドラマ化された。また、鹿児島市の居酒屋、の、のんていの店の壁にある、津田をテーマとした詩が、FM ラジオ番組で紹介されて話題になったことも、ある。 ある詩人が即興で書いたものだが、ラジオでの紹介をきっかけに存在が広まり、後には津田の家族や関係者が来店するようになったという。2016年現在、広島で背番号14を着用している大瀬良大地、同じく背番号14を着用している東北楽天ゴールデンイーグルスの乗り本広大は、目標の投手として津田の名を挙げている。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。